どうも、金車勇です。今回はですね、ちょっともう床の色とかであって思われた方もいるかもしれないですけど、2021年の初コラボということで、とあるジムにお邪魔させてもらってます。でですね、今日はチーム花車として軍団みたいな感じでついてきてもらいました。簡単に紹介したいと思います。じゃあ自己紹介でお願いします。はい、情報部会長の向川です。お願いします。伊藤聖也です。お願いします。お願いします。宮崎健一です。お願いします。お願いします。空手3ヶ月ぐらい、はい、練習だけして、はい、で、まあ、空手の全国世界活躍する選手たちなんですけど、今回ちょっとコラボということで、まあ、とある対決をしに来ました。で早速なんですけど、ご紹介したいと思います。じゃ堀井選手です。よろしくお願いします。よっ。どうも。おはようございます。どうも。K-1 界の伝統は延期、堀井智です。どうも皆さん、どうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今回なんですけど、あの対決をちょっと私たちやってもらいたくて、はい、普通にやっぱりフックルールでやったり、空手ルールでやったりすると、はいはい、お互い負が出ちゃうんで、はいはいはい、間を取って、これ分かります？あー、分かるっすね。はいはい、それは。なんだ？これ紙風船なんですけど、はいはいはい、紙風船を体の一部につけて、はい、お互いの格闘技術を使って、はい、先に割った方が勝ちっていう、はいはい、まあ、紙風船割りスパーリングみたいな、はいはい、やつをちょっと今日やりたいなと思って。そんな余裕だったな。得意ですか？得意中の得意ですか？やられてました。まあ、その相手の振動をぶっ飛ばすために、はい、そう、何言ってるか分かんねえんだよ。とりあえず余裕っすわ。余裕ですか？わかりました。で、これをあの 1,2,3,4 人いるんで、はい、ちょっと堀井軍団さんたちは不在ということで、はい、ちょっと堀井軍団不在なんですけど代表でお一人でちょっと戦えて、もう軍団のエース、もう軍団のボスが、ね、はいはい、4人ぶっ通しちゃいますね。そういう感じでちょっと対決していけたらと思います。よろしくお願いします。で、一応ですね、はい、伝統空手がその怪我をさせないルールなんですよ、はい、でそれにのっとってちょっと防具はあの手と足でつけて、まあ、当たっても大丈夫なようにっていう準備だけ、はい、ちょっと正統派なんでしていただいてもいいですか？まあ、俺は普通にそういうなんかゴルシアしてたからそういうのいらないんだけど、まあ今日は、まあ、伝統派のね、スパイなんで、ね、今日はじゃあつけてあげようかな。お願いします。お願いします。はい、そしたらじゃあ早速入っていきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、じゃあ用意が整いました。この紙風船なんですけど、自分の好きな場所につけて大丈夫なんで、じゃあちょっとこっちからつけていきます。ここですね、ちょっと引くね。あ、堀井選手いいっすか？これは、はい、これは何ですか？これは、一番守れるところに置けって言ったんで、しっかり一番守れるところに置いてたんで。そういうことですね。そう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 。僕もその、いつも YouTube 配信してもらってるんで、はい、股間をっていうのはもうすごいよくしてるんですけど、はいはい、僕はあの空手の先生してるんですよね、はい、で、子供たちがあれってなっちゃうんでちょっとお控えいただきたいですけど、はい、しっかり竿までつけてほんと遅いですね。まあ、そのまま売れないです。そのままね、つけたのに。これ、今ラーメンなんですね。そうですね。うん、じゃやりますか？いやいや、これでやりましょう。わかりました。じゃあ、後で付き替えということで。じゃあ、こんな感じで、早速、じゃあ1番、誰ですか？はい。はい、1番。1番、ちょっと怪しいんですよね。股間対決したいです。そうか、いいっすね、いいっすね。結束つけましょうよ。一緒、一緒だ。2番が。あ、じゃあ、はい、違う。2番が。あのスポーツチャンバーはいはいはい、やりも持ってきてるんですよ。冗談です。危ない危ない危ないで、はい、で、3番目がはいはい日本代表、日本代表、はいはいはい、で、最後ボス大将戦でした。はい、え、じゃあこれを、はい、え、割ればいいですよね。なんでもいいんで割るの。え、もうこれはこれなし、それなしでいい、探しなしの自分の戦い方、自分の戦い方でいくんですね。はい、余裕だ。割れば勝ち。伝統は空手、伝統は4期がボコボコにしやるやん。さっきとは話が違うんだよ、俺ら。しゃあ、やってみますか。はい、じゃあお願いします。お願いします。絶対勝てるわ、これ。いきます。じゃあ第1戦、用意、
スタート。あ、やめ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 。ちょっと待ってください。はい、2つつけてません、これこっち、1個でこれ、でも玉っていうのは2つであるからまあいいや、じゃあ今日はね1個でいきますね、じゃあ。はい、じゃあ続けて始め。まあでも玉って2個あるんで。そうですね、うん、あと1個あれば。まず玉ない、2個あるから。まあ俺1個だけくすぶれただけだ。うん、大丈夫だ。よっしゃ、やりましょうか。お願いします、はい、じゃあ最終戦、はい、お願いします。よっしゃ、じゃあ部屋にするため場所を決めます。場所じゃあお互い同じところに置いて、はい、分かりました。よっしゃ、もしラストっすね。はい、ラストっすね。これ完全決着ですからね。分かりました。よっしゃ、股間を生で取ってきます。お願いします。お願いします。よっしゃ、これ最終の決着戦ですね。はい、これで俺勝たせてもらいますか。はい、僕も痛いですよ。自分が勝ったら、うん、股間を名乗っていいってことですかね。まあ2代目で。2代目で。わかりました。わかりました。じゃあ、おお。挨拶抜けすぎましたね。いただいたぜ。
くわ。うわぁ、悔しい。マジっすか。勝った勝った。ありがとうございます。うわぁ、負けちゃった。股間は取れませんでした。やっぱ強いっすね。はい、ということで結果の方は負けちゃいました。まあ俺の勝ちですね。股間ってなると強いですね。まあそれが代名詞なんで、ね、それが俺、それで売りでやってるんで。ただ思ったんですけど、はい、あんまり格闘スタイルとか格闘技術で出なかったですね。まあ俺ヤンキーだから出す必要はないですよね。はい、確かにそうですね。いや僕ちょっとこの勝負で股間をもらいたかったんですけど、はい、ダメでした。まあそれは甘くないっす。次の試合伝統派で3発やっぱチッキンテキンテキもらわないとそれは慣れない。わかりました。まずそこからですね。そこからちょっと出直してきます。それはそうですね。もう伝統派で3回もらうことが大事っす。今回ちょっと空手の動き出てた人も出てない人もいたんですけど、はい、どうでした空手、実際の空手のスタイルと戦ってみて。先ほどね、うちのチャンネルで、はい、伝統派空手やらせていただいたんですけど、はい、まあそれと今回のは全然何別物の競技。伝統はやばかったですけど、やばかったですけど、今の競技俺の勝ちだ。感じですね。負けちゃいました。ちょっとまた股間鍛えて出直してきます。そうですね、はい、だからちょっと股間は鍛えてください。ありがとうございます。じゃあこんな感じで、うん、今回撮影終了したいと思います。ラッキーパンチチャンネルさんと花チャンネル、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。おっすおっすおっす。